はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、オープニングの映像にもあった通り、今回紹介していくのは Galaxy Note 20 Ultra 5G でございます。はい、今日はですね、待望の Galaxy 新製品の先行レビューということで、発売よりも一足先にですね、こちらね、製品の方お借りしておりますので、実際に使ってみた感想を踏まえてファーストインプレッションやっていきたいと思います。2019年もですね、 Galaxy のスマートフォンも含めていろんなスマートフォンをね、購入してレビューとかしてきましたけども、その中で2019年で渡辺的にですね、一番この満足度が高かったのはこちら Galaxy Note 10 Plus になります。はい、これをまあ昨年の秋頃にですね、購入して、それからずっとメインのスマートフォンとして使ってきたんですけども、やっぱり完成度がめちゃめちゃ高くて、Galaxy のスマホにもいろんな種類がありますけども、特に Note シリーズっていうのは完成度が高くなっているというところもポイントになります。で、今回はですね、今年 Note 20 になって何が進化したのか、結構大幅にですね、進化しているポイントがありますので、今回紹介していこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということで、こちらがですね、 Galaxy Note 20 Ultra 5G のディスプレイになります。Galaxy Note シリーズはですね、非常にこの大画面というところも特徴で、今回もこちら 6.9 インチの大画面ディスプレイとなってます。で、限界ギリギリまでベゼルレスなディスプレイになっていて、上の真ん中にですね、一つこのセルフィー用のカメラが一つついてます。パンチホールディスプレイですね。ディスプレイのサイドの方はこんな感じでエッジ加工がされているディスプレイとなってます。没入感がすごい高いディスプレイですね。で、今回の Galaxy Note 20 Ultra 5G は、ディスプレイのリフレッシュレートが 120Hz に対応しました。はい、これ昨年のこちら Galaxy Note 10 Plus はですね、60Hz だったんですけども、今年はノートシリーズもですね、ついに 120Hz になりまして、より滑らかに操作をしたりとか、動画を見たりとか、ゲームをしたりとか、楽しむことができるスマホになってます。実際にこちらの画面でいろいろね、動きを見てみたんですけども、例えばこれなんかはギャラリーですね。この Galaxy Note 20 Ultra 5G を使って撮ってきた素材とかがバーッと並んでるとかなんですけど、こういうところをスクロールしていっても、この 120Hz のリフレッシュレートによって、めちゃくちゃ滑らかな動きとなってます。こちらですね、まあ、ちょっと映像だけではね、伝わらないと思うんですけども、ぜひね、店舗の方で実機とかを見てみると、滑らかな動きはですね、すぐに体感できると思います。で、今回ですね、ディスプレイも、まあ、良くなりましたよというところなんですけども、Galaxy のノートといったら S ペンなんですよ。S ペンも、かなり進化してます。まあ、ちょっと初めての人向けにですね、S ペンについても簡単に解説をしていくんですけども、まず Galaxy のノート20 Ultra は、この下の左下にですね、カチッと出てくるこちらのペンがついてます。はい、こちらですね。で、ペンを取り出すとこんな感じでペンのメニューが出てきます。で、例えばノートを作成としますと、まあ、ここにね、直接ノートを書くことができます。メモ書けるという感じで、こんな感じで簡単にですね、ディスプレイ上にメモを書くことができます。で、書いたメモはその場でこんな感じで、すぐにね、テキストに変換することもできます。めちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、こんな感じでメモが書けたりとか、閉じまして、じゃあ一旦ね、閉じますよと。で、ディスプレイオフの状態で、ペンをですね、こう取り出して、直接このオフの状態のディスプレイにメモを書くこともできます。メモ書くこんな感じですね。で、保存とはします。はい、そうするとさっきのね、アプリの方にメモが保存されています。ノート表示とすると、こうメモ書くっていうね、やつが出てますね。こんな感じで画面オフメモっていう機能も使うことができます。メモのアプリはたくさんあってですね、キャプチャ手書きなんかはこのディスプレイをキャプチャして、キャプチャした画面にこう書き込んでいくなんてこともできます。写真にちょっと文字を入れたりとか、そういうこともできますね。で、ここにアプリがいろいろ並んでるんですけども、ショートカットを追加ってやると、入れたいアプリを追加していくこともできます。で、逆にあんまり使わないアプリとかは、ここからこう削除してしまうこともできます。こんな感じですね。で、これらの機能は Galaxy Note 10 Plus でも基本的に使える機能なんですけども、Galaxy Note 20 Ultra ですね、こちらになって何が変わったのかっていうと、ディスプレイがまず 120Hz のリフレッシュレートに対応したこともあるんですけど、タッチ感度がかなり良くなってます。だから、こう実際にですね、こう書いていくと、この滑らかな動きなんですよ。すごくこの実際にこのペンで書いているのに近いぐらいの書き心地になっている、そこがポイントになります。
ノート10プラスも実際にね使っていた身としてはですね、まあ、実際比べてみるとこのペンのね滑らかさっていうのはある程度ね体感できるレベルになってます。でその他ペンにはですねこちらにですねボタンがついてます。でこのボタンを押すと、リモコンとして操作をすることもできるようになってます。例えばこんな感じで今カメラのアプリを立ち上げたんですけども、ここで真ん中のボタンを押すと、はい、こんな感じでリモートでシャッターを切ることができます。だから遠くにこのスマホを設置しといて、カシャッとここで、ね、リモコンを押してシャッターを切ったりってこともできます。はい、以上こちらがですね S ペンになるんですけども、スペック的にはどう進化したのかっていうところなんですけども、まずですねバッテリー容量は 4500mAh となってます。まあ、非常に大容量なバッテリーが入ってますので、1日しっかりですね使うことができるバッテリーが入ってます。でラム容量は 12GB で、ロムの容量は 256GB となってます。ここがポイントで、今のところ渡辺のこのメインスマホっていうのは、まあ、Galaxy の S20 Ultra 5G、こちらをメインとして使ってるんですけど、S20 シリーズっていうのは 128GB ROM なんですよね。まあ、そこに SD カードで追加することはできるんですけども、ノートはですね、デフォルトの ROM 容量が 256GB 入ってます。そこが結構大きいポイントで、昨年のノート10プラスも 256GB 入ってました。容量が多いんですよね。そこは結構嬉しいポイントだと思います。でもちろんマイクロ SD カードで容量を増やして使うこともできるようになってます。でその他ですね IP68 の防水にも対応してますし、もちろん嬉しいフェリカも搭載してます。なのでお財布携帯を使うこともできます。で指紋認証、顔認証もしっかり入ってます。こんな感じで爆速で指紋認証解けますし、まあ、顔認証ねいきますけども、はい、こんな感じで一瞬でねロックを解除することもできます。両方ついてるのも非常に嬉しいですね。で続いてですねカメラについて、紹介したいと思います。カメラどう進化したのか、Galaxy の Note 20 Ultra 5G にはこんな感じで、トリプルカメラが入ってます。12メガピクセルの超広角、それから108メガピクセルの広角メインカメラ、そして12メガピクセルの望遠カメラ、そして10メガピクセルのセルフィーカメラが入ってます。で今回はレーザーオートフォーカスセンサーが入ったということで、オートフォーカスもさらに優秀になったっていうのもポイントです。で個人的に結構今回のノートシリーズで大きく変わったなと思ったのはカメラのプロ動画っていうモードですね。これ以前もあったんですけど、今回のプロ動画めちゃくちゃ進化してます。それも踏まえてですね作例をね撮ってきましたのでご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、ということで今お見せしたのはなんとですねプロモードの 8K の21対9のシネマティックな動画モードで撮影した映像になります。でこちらはですね通常の 4K 撮影した動画になります。もちろん Galaxy はですねアウトカメラとインカメラをですね切り替えながら撮影ができます。こんな感じで、自由に切り替えながら撮影できるっていうね自由度の高さもポイントですね。もちろん手ブレ補正もすごく優秀なのでこういった歩き撮りもねすごく快適に撮影することができます。でこの時ですねカフェに行ったんですけども、その時撮影した写真がこちら、こちらですね実は広角メインカメラの108メガピクセル、1億画素超えの写真でございます。なのでクロップしていくとこんなにですねこのコーヒーのこの泡の部分とかねすごくくっきり、映ってるのがわかります。1億画素はやっぱり楽しいですね。はい、でねその後パフェを決めてしまったんですけども、パフェもですねこのクロップしていくと、ズームしていくとこんな感じでこのアイスのこの凍ってる部分とかもねすごくこの、くっきりね映ってる、1億画素すごい楽しいんですよね。はい、ということでね、パフェを食べすぎて、ちょっとカロリー取りすぎちゃったんで、罪悪感があってですね、ちょっと山まで歩いて登ってきました。はい、ということで今日はですね、Galaxy Note 20 Ultra 5G で、撮影してます。カメラのテストですね、どんなもんなのかチェックしていきましょう。で今日は 4K ですね。でこちら超広角カメラを早速使ってます。もうだんだん季節もですね、秋になってきて、こんな感じで結構ね、やや紅葉してきてるっていう感じで結構綺麗になってきましたね。でちょっとカメラとかを切り替えてみましょう。よいしょ。はい、これが
広角のメインカメラですね。メインカメラ1倍で、もちろんですね、このまま5倍のカメラに切り替えるとこんな感じでございます。撮影中にもちろん切り替えることができるようになってます。はい、いつもの時計ですね。じゃあちょっと望遠していきます。これが5倍ですね。カラス上に止まってますね。でこれが10倍です。でこれが動画の最大20倍ですね。こんな感じ。はい、でこちらがですね、写真の超広角カメラ、めちゃくちゃ広いですよね。そしてこちらが広角のメインカメラですね。そしてこちらが望遠カメラに切り替えました。5倍ズームですね。でこちらが10倍望遠になります。めちゃくちゃ綺麗。そしてこちらが20倍、20倍でもこれだけ綺麗に映ります。そして最大の50倍ズーム、50倍ズームでも結構綺麗だし、文字とかもしっかり見えますよね。はい、そしてこちらがですね、ライブフォーカスモードで撮影したポートレートの写真ですね。これ個人的にかなり気に入ってるんですけど、めちゃくちゃこれ自然でね、綺麗に写ったと思います。 AI がしっかり処理してくれるので、かなり綺麗に、自然にですね、背景をぼかしてくれます。そしてこちらはセルフィーカメラの手持ちのポートレートですね。手持ちでもこれだけ綺麗にですね、自然に背景をぼかすことができます。はい、ということで、Galaxy Note 20 Ultra、 こちらはですね、ライブフォーカス動画ですね。背景をこんな感じでぼかした映像を撮ることができる、そういう機能ももちろん入ってます。一眼カメラみたいで撮ったような映像をスマートフォンでも気軽に撮ることができるっていうモードですね。これを使うことができます。こんな感じ。今回ですね、マイクが大きく進化しているということで、今回ですね、設定でこっち側、背面のカメラの方向についているマイクを使ってます。この設定もですね、このプロ動画であれば、自由に変更することができます。今こっちを向いているカメラの向こう側の音声を撮るっていう設定もできますし、逆にこの全方向の音を撮るっていう設定にも変更することができます。で、こんな感じで自分を撮るときは、このマイクを使うと非常にいい音で撮れるのではないかなと思います。今度はですね、マイクをそっち側に切り替えたので、こちらの音が少し小さくなってるのではないかなと思います。ちょっと移動します。はい、逆に移動してきました。こんな感じで移動してくると、こちらからの音声がしっかり入っていると思います。いかがでしょうか。で、逆にね、設定で今、オムニっていう設定にしたんですけど、全方向の音をきれいに撮ってますよという設定ですね。こちらからの音声も、はい、こちらからの音声も、同じようにね、撮れているのではないかなと思います。これがオムニっていう設定ですね。はい、では次こちら。こちらは、まあ、先日購入しました Galaxy Buds Live っていうね、イヤホンなんですけど、こちらのイヤホンについているマイクの音を、このプロ動画で使うことができるということです。ちょっと試してみましょう。では、パカッと開けますね。で、接続してみます。つながったかな？はい、今度はですね、こちら、Galaxy Buds Live っていう、こちらのイヤホンのマイクを使って収録しています。どういう音で撮れてますでしょうか？こちらの場合、ワイヤレスマイクなんで、移動してもですね、音声を安定して撮ることができます。まあ、例えばこんな感じで、今部屋の端っこの方に移動したんですけども、音はどうでしょうか？ここから撮れているので、綺麗にですね、音が撮れていると思います。いかがでしょうか？これワイヤレスマイクとして使えるので、スマホを設置して少し離れた位置から声を綺麗に撮れたいっていう場合に、なんとこの Galaxy Buds Live を使うことができます。はい、ということで作例ご覧いただいたんですけども、カメラね、すごいですよね。特に個人的にすごいなと思ったのは、8K の21対9のシネマティックな動画が撮れたりとか、マイク性能も進化していて、このプロ動画を使うと指向性を変えることができます。こうスマホを持った時にこっちから撮ってるのか、それともこっちから撮ってるのかっていうのによって、この指向性を変えたりとか、全体を撮ったりとか、そういうこともできますし、オーディオズームっていう機能も使うこともできます。で、何よりですね、今回渡辺も愛用しているこちら、Galaxy Buds Live との連携がさらに強化されてます。はい、なんとプロ動画モードを使うと、この Galaxy Buds Live を接続して、このイヤホンのマイクを使ってですね、音声を取るってこともできるようになってます。ここもすごい面白いポイントだと思います。
その他ですね、フル HD の 120p の動画が撮れたりとか、結構プロ動画っていうところに関しては今回の Galaxy かなり、進化したなっていうふうに感じました。はい、ということで、今回ですね、 Galaxy Note 20 Ultra 5G ですね、発売前にですね、お借りしてまして、一通りですね、機能とかをチェックしてみたんですけども、やっぱね、完成度めちゃめちゃ高いです。基本的に欲しい機能はもう全部揃ってるので、もう1台のメインスマホとしてもうこれを持っておけば、まあ、とりあえず大丈夫でしょっていうスペックがもう全てに盛り込まれてます。実際渡辺もですね、今回こちらお借りしたのはこのブラックのカラーになるんですけども、こちらと一緒のミスティックブロンズっていう、ね、カラーですね、こちらをですね、購入してます。はい、予約購入しておりますので、発売日に、ね、おそらくゲットできると思うんですけども、もうこちらですね、自分でも購入してますので、今後ですね、まあ、Galaxy Note 20 Ultra 5G と Note 10 Plus どのぐらい変わったのかとか、あと S20 Ultra 5G とどのぐらい違うのかとか、そのあたりをですね、動画にしていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで最後キャンペーン情報なんですけども、実はですね、今この Galaxy Note 20 Ultra購入すると、実はこの渡辺も気に入っているこちらですよ、 Galaxy Buds Live 全員もらえるキャンペーンをやっております。渡辺はですね、 Galaxy Buds Live このミスティックブロンズとミスティックブラック、2つですね、購入したんですけども、なんと Note 20 Ultra 5G を購入した方は全員ですね、こちらを、もらえるというキャンペーンをやってますので、めちゃめちゃ大盤振る舞いなキャンペーンだと思います。まだ Galaxy Buds Live も購入していなくて欲しいなと思ってた方は、このノートを購入すると、こちらの、イヤホンもですね、一緒にもらうことができるということでございます。ぜひ参考にしてみてください。ということで、今回は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。